みんなで丁寧に学んでいきたいと思います take each part,、uh, そして今日はこのメッセージの流れで生産式を持っていきたいと思いますので、えー、ぜひまだ準備できてないよという方はあの準備しながら聞いてくださいね Uh, so today, at the end of this sermon, uh, we're going to have time to uh, take the communion together. so if you haven't prepared yet, uh, go ahead and get your uh, stuff uh, as your uh, list if you listen to the sermon today.: okay, uh, For love for we love God and He loves us. はい、ヤコブの一章二節と三節を読んでいきます。1, 2, 愛する皆さんあなた方の人生は多くの困難と誘惑に満ちていますかそうであれば喜びなさい。行く道が険しければそれは忍耐を養う良いチャンスとなるからです。perseverance

またそのことによって悩むという普通の人生から、えー、どうぞ今日力強く解放してください。Lord,、uh, free us、uh, with your strength to、uh, just stay in this、uh, suffering.Aiseless Kirist, あなたのお名前によってお祈りいたします。Jesus, Amen. Amen.

状態とか状況のことなので、多くの場合、この目に見える問題としてあの現れています。So えー、その問題は時々もう山のように感じられてそして一つの山を越えるとまた次の山という感じでもう人生にはもう次から次へといろんなことが起こっていきますよね。So like comes, uh, では皆さん誘惑はどうでしょうか、so ヤコブにこうありますね多くの困難と誘惑に満ちていますかと尋ねられているんですけどあなたが何か特別な依存症に悩んでいない限り生活の中では困難ほど多くは誘惑を感じていない人もいるかもしれません。 誘惑とはどういうものでしょうか、like? 困難が自分の外側に起こってくる戦いだとしたら。So if ユーワクは自分の内側に起こってくる戦いです。Temptation is a battle happening inside. 想像してみてください。あなたは今もう強いユーワクに絡んでいます。You are facing this big temptation.You just want to take that so bad.You know that is bad for you? そしてこの辺で小さな悪魔が語りかけます。Speaking, 大丈夫だよ、ちょっとぐらいっ、okay, その反対側で小さい天使が言います。 いやそれはよくないよ no, s bad. <S <laughs> この小さい悪魔とコノテーションのイメージはあのテレビドラマとかアニメで一、まあ、回は見たことがあるんじゃないかなと思います。A very common expression of this、um, tiny devil and angel on your shoulders。まず大事なことですがこの小さな悪魔の支えきこれこそが誘惑です。This, this whisper of this tiny devil is the temptation. 自分の前にあるそれそのものが私たちを誘惑してくるのではありません。So、the actual thing that それを前にした時に起こる私たちの願望や思考にこのつけ込んで悪魔が支えてくるこれが誘惑です。Temptation is a, the, the whispering of the devil when you are facing something that you want, you know you shouldn't take. でこの誘惑っていうのは単純に言えば選択肢の提供なんです。こ、so um, temptation です。こっちもあるよ。この A なのか、B なのか、その YES な,なのか、NO なのか。 A or B? Yes or no?? Or are you going to say, is it a flesh, word of flesh or a word of the spirit? No, no or Amen?、ね、17 And Galatians 5:17 says, 私たちの生まれながらの性質は精霊がお命じになることとは正反対の悪を好みます一方精霊の導きに従って歩んでいる時に行いたくなる善は生まれながらの悪の願望とは正反対のものです内面のこの二つの力はどちらも私たちを思い通りに動かそうといつも格闘しています 私たちは自分の人生を通してキリストの似姿に変えられていきたいと願っていますよね。れよねそれは人生に見たまの実を結ぶことができる生き方です。 ミタマのミとは愛、喜び、平安、親切、善意、誠実、乳和自制ですね。だけどこの御言葉にあるように、 ガラティアの5の17にあるように私たちの生まれながらの性質は悪を好んでいるのです。 悪魔からこっちもあるよとささやかれた時にもうこの御霊のみとは全く正反対と分かりながらそちらの態度に出たくなってしまうんです。私たちはこの自分で認識している以上にこの誘惑をね 受けていてそしてそれにイエスと言ってしまっています。例えば、そのまあちょっとは恥ずかしい話であるんですけど。 私がこの困難とか誘惑についてメッセージをしなければならないと分かったとき、これはもう私よりももっとタフなところを通ってきた人が喋った方がいいんじゃないかなって思ったんですね。こここに誘惑がが隠れていたことかかりますか それは私はこのメッセージをするには値しないという一見謙遜なしかし置かれている場所を疑うそういう誘惑です。It seems a little、uh, polite or humble,、uh, but actually,、uh, this is a temptation、uh, to doubt that I am not here in God's will. よしじゃあこれをどうやって語ろうかと。れをどうやって語ろうかと。それをどうやって語ろう, listening can listen. う明らかと、ね。それを聞くのかと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 。それて聞くのかと。それを聞くのかと。それを聞くのかと。それをいくのかと。それをいくのかと。それを聞くのかと。 ななぜなら心変えてくださるのは神様だけだからです。私をどのように話すかは、究極的には関係ない。らこそ私がそれを語るに値えなそして、その資格があるかどうかさえも関係ない。So, my, my ね、これはもう全部私が心配すべきことではもうなかったんです。ここに立つことを迷わせるための誘惑でした。こういう感じであまりにもナチュラルにそして巧妙に私たちは誘惑を受けています。 私たちの思考は絶えず動いていますよね。こう人と会っている時も、一人でいる時も。Uh, で運転してる時もトイレにいるときですら何か考えているかもしれません。Driving, uh, bathroom, とにかく何でも行動を起こそうとするときに人は当然何らかの考えに基づいて行動するわけですけども <laughs> ここにいつでも悪魔が誘惑をけしかけてきているんです。 それはもう日常の中で、溢れまくっているので、そのことをもう一度思い出す必要があります。もうそう思う思とですよ私たちの人生は一体もうどれほど多くの誘惑に満ちていることでしょう。そこで今日、お話ししたいポイントが、三つあります。3 points。 まず一つ目です。1つ目です。誘惑は自分が弱いから受けるのではないということです。Weakness is not the reason for temptation. 多くのクリスチャンはこうはっきりとこう誘惑されている誘惑にあっていると分かると自分は不信仰だなと思ったりしてしまう人があいるようです。Some Christians might say,

もしそういう方がいらっしゃるのなら、もうちょっと待ってください。誘惑を受けるのは悪魔があなたを憎んでいる証拠です。The, the devil, uh, そして実際にイエス様も誘惑を受けられました。 ルカの4章を注意深く読むとこのようにあります。13節ですね。あの手この手の誘惑の限りを尽くすと、悪魔は一時、イエスから離れていきました。一時離れていったということは、

だから自分が弱くて不信仰なものであるから誘惑を受けるのではないということをぜひ知ってください。Know, 誘惑は私たちを陥れようとする悪魔の主要な武器ではあるんですけれども。Major, uh, 神様は私たちを成長させるためにそれをも お持ちになります誘惑されること自体は罪ではありません。誘惑はそれに屈して初めて罪となります。罪,ます罪を犯す代わりに、聖霊様により頼んで善を行っていくとき、私たちはキリストの品性において成長していくことができます。 Uh, when we choose not to fall into that temptation, but choose to uh, uh, what choose what the Spirit is speaking to us, that's how we uh, transform more like Him. So? so temptation is actually an opportunity. 見たまの実を結ぶチャンスなんです。チャンスだからこそ誘惑を受けているということをもっとより自覚していきたいですね。 ただこう誘惑を受けるとき、葛藤することもあると思います。そこでポイントの2つ目です。葛藤するのは神を愛すればこそということです。確かに私たちはそれぞれ弱さがありますよね。 だけど葛藤するのは神様を愛そうとしているからなんです。葛藤するということは悪魔のささやきを聞いていてもまだ屈していない証拠であり同時に精霊様が語る言葉も聞けているっていう証拠なんです。 だけどこの時に、自分のこう努力とか意識とか意識によって,このうんってね何とかしようとするならもうそれは修行であって宗教です。If you try to Uh, overcome that temptation by your own will with your own uh, strengths. That is just going to be uh, a religion. So I want you, we should just simply obey the Holy Spirit and ask for help of the Holy Spirit. あのこ,のこの誘惑の目的は何ですかと聞いたり、この誘惑に勝利する力を与えてくださいとかで、祈る前にもうただ助けてくださいと、精霊様に祈りましょう。Before you ask God, oh Lord, why am I tempted like this? Lord,、uh, Lord, give me the strength to overcome this. But just simply ask Him to help you. キリストにある成長とは、私たちの努力によって到達するものではなく、ただ、御霊の実が結ぶことによって実現するものだからです。Efforts, we, uh, ガラテア後の22にこうありますね。精霊が生活を支配してくださるとき、私たちのうちに次のような実を結びます。愛、喜び平安ルルル,ルルルルルルってね。 これはあなたが力いっぱい努力するときこのような実を結びますとは書いてないわけです。The Bible doesn't say、uh, when you try, when you put all your efforts, this is the fruit that you bear. だからこそ、聖霊レー様に100%を頼っていいし、それこそ私たちがするべきことです。We can That is what we should do. はい、えー、そして、えー、3つ目です。いつ目です。ない。とした中に誘惑のそばに神の愛もあり。And with s love. <S はい。 その期間が長ければ長いほど焦ってしまいがちです。a どの期間が長ければ長いほどがちです。で、長いほど焦ってしまいがちです。だけど、葛藤することは、もう信仰生活の一部です。struggle is part of our faith。さっき言ったように、自分の力や考えによって、何とかしようとしないで、ゆだねてください。

And compare your faith with somebody else and get disappointed, that is a temptation. Because you have this faith from God is such a special way, and it's only yours. And that past uh, God has given you is only for you and don't have to hurry. もう何,何もかも変わってなくても今あなたに向けられている神様の愛も全く変わってないということを誇りましょう。も、like、しも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 ししも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 しし 誇るる者は私を本当に知っていることと、私が正義の主であって、その愛は変わらないと知っていることを誇りなさい。Uh, the, uh, uh, あなた自身がどうかということは、もう誇る必要がなくて、神様の愛だけを誇りなさいと、そう言っておられますね。 ここで初、えー、めの見言葉をもう一度一緒に読んでみましょう。えー、ヤコブへの手紙一章の2節と3節です。1, せーの愛する皆さん、あなた方の人生は多くの困難と誘惑に満ちていますかそうであれば喜びなさい。 行く道が険しければ、それは忍耐を養う良いチャンスとなるからです。忍耐を養うことが良いチャンスと言っています。それはなぜでしょうかローマの五のようにこうあります。 <Five> 忍耐にににによよっっててて私私たたちちののの性ががが磨かれれれれさらららそ希希望望与えられるのですここうしとと信仰が強められどんなことにも同時なもくなるのです、uh, Perseverance, character, and character, hope, and hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. どんなことにも同時なくなる人生って最高ですよね。年、まあ、を重ねればあの、知恵と経験があの積まれて、クリスチャンでなくてもある程度のことには同時なくなるとは思います。部長、大変です、こんなことが。 どうしたんだいみたいなねああ、<laughs> uh, You know, like, hey, boss, like, you know, like, oh, this happens, like, what should we do? It's like, and、uh, it's okay これを20代が、おい、お前が担当してた先とんでもないことなってるんだよ一体どうしたというのですかっての思う本当に心配しとんかいってね、逆に怒られますよ If you're, like, so not easily disappointed or not easily shaken、uh, Sometimes the world might doubt you, like, are you really thinking about things? あのこ,のこの御言葉、どんなことにも動じなくなるのですと、この御言葉が言うところの真の動じない姿というのは、uh, 必ずしも何かが起こった、この状況、状態、困難に対して動じないということではなくて、It どんな状況であってもイエスにあって自分のアイデンティティが動じないということなんです。アイデンティティが動じちゃうっていうのはこういう感じです。So like、this. 大変だよ、君が担当してた先でとんでもないことが起こってるよって。Hey, uh, this customer, え、マジですかもうああ、やっぱり自分はふさわしくなかったんだ。自分はどうしていつもこうなんだろう。もう自分のことが嫌になるよ。もうこんなことするしかくないんだ。ここは自分のいるべき場所じゃないかもしれない。ああ、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 これはまさにもう悪魔の誘惑にまんまと騙されてしまっている状態ですあ、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  疑わせ私たちを欺き神様に対して不従順にさせようとするのです私なんか、えー、この場所がどのこのどのこのってもこのようにアイデンティティが揺らぐと希望なんか持てません だから今日ローマ5章の4節をこのように読みたいと思います。So Rome, uh, 5, 4, 私たちは困難な状況を主を信じて忍耐し、 誘惑に対しては精霊により頼んで品性を保ちます。それによって希望が与えられます。こうして私たちの希望と信仰が強められ、どんなことにも動じなくなります。

In that, we have hope. そしてこう続きますね、ローマンの5小のご説。え、ローマン5:5、え says。この希望は、失望に終わることはありません。それは、神が精霊を与えてくださり、その精霊が私たちの心に、神の愛を満たしてくださっているからです。え、hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our heart、uh, through the Holy Spirit who has been given to us.、ね 聖霊の声に身を傾けて、シンプルにこの御言葉を信じたいです。神にあって希望は失望に終わることはないと。ぜひ、今から聖餐式を持ちたいと思います。

えー、罪のある方はこう、えー、聖餐式に参加してはいけないと教わってきた方もいるかもしれません。コーールチチャででではどんな方であってても聖参式に参加すするることができるとがき考えています イエス様は罪人と呼ばれていた人ともあの食事をされるお方でしたしパウロのようにイエスを裏切ってしまう人ともあの最後の晩餐ともにされました Because Jesus in ですからあのどんな方も、えー、臆することなく大胆にあのみんなで。 オンラインですけれども、生産式を持っていきたいと思います。私たちの人生には、どんな人も例外なく多くの困難と誘惑に満ちています。え kind of、ね、ウェーブユーア、ウェーブユーア、ウェーーア、ウェーブユー

それを耐え忍ばれました。どんな奇跡でも起こせる方でしたが、私たちへの愛ゆえに、十字架にかかられ、黄泉にまで下ってくださいました。He could have それは私たちが犯した罪を。 代わりに全部あがなってくださる、つぐなってくださるあがないの十字架でした。イエス様の十字架によって私たちはすでに罪なき者にされています。Now with the cross of Jesus c h r i s ガラティア５の２４ュはっきりとこうアります。キリストに属する者は生まれながらの自分が持つ肉欲を十字架につけてしまったのですもし私たちが聖霊の力を受けているなら全てにテイルナラ、スベテニワタうではありませんかキリ Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires.F we live by the Spirit, let us also keep. よみがえー、蘇られた、イエス様の血と肉をこの生産式でいただきます。Let's take、uh, the blood and flesh of Jesus who was resurrected. これは単なる儀式ではなく、イエス様が私たちの新しい血と肉になってくださるという宣言です。 Jesus is now my new life, my new blood and new flesh. This is a declaration of victory over our trials, over our temptations. Uh, let's take part of the communion together as we give thanks to the Lord. 天の十字架の死に感謝します。の十字架の死に感謝します。あなたのよみがえりを賛美しの生ます。あなたがを誘の世に与えてくださった血と肉に感謝しのます。You 私たちは多くます。の困難と誘惑を人生の中で受けます。けのどもを誘います。愛の生命を誘ます。を あなたにあって喜びます。困難と誘惑のそばにいつもあなたの愛もあるからです。私たちそれぞれに弱さありますけれども We all have weaknesses.、ね、この生産式でいただいたチトニックが私たちの中で生きることによって、その弱さでなく、あなたを見上げることができ,るできますように。 私たちは長い間自分の考えによって自己中心に生きてきました。イ e s 様、そのことをごめんなさい。Lord, 十字架によって許してくださったことをありがとうございます。 どうか誘惑に遭うときに自分たちの肉の声ではなく御霊の声に耳傾けることができますようにそれを選ぶことが難しいときあなたが力となってくださいますようにあなたが私たちが罪もう一度犯すのを引き止めてくださいますようにあなたが私たちが罪もう一度犯すのを 私たちは「あなたのものです。」「私たちの人生はあなたのものです。」「私たちのものであったのものです。私たちに、責任があるものではないこ私たちがとうございます you, you イ私たちに、私たちに、私たの皆を賛美しますに、私たちし私あちに、私た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 たに、た まだ自分よく知らないけれども、でも、イエス様がしてくださったことを自分の人生に受け入れたいと思われている方、あなたのすべての罪と恥を取り去ってくださったのはイエス様です。 イエス様を人生に迎え入れるとあなたの人生は本当に完全に変わります。あ、ね、の人生はに変わります。ああなたの人生は完全にの完全に変わります。はます。あなたのなたの人生はなの人生はたた今はまだ信じられないかもしれないけども、信じたいという方がいらっしゃったら。 えー、今いる場所で、えー、私ですと、えー、そのようにあの名乗り上げてください。あなたのために祈ります。天のお父さん、神様。<Heavenly Father. S 1> ね さまざまなことを経験し、そして自分に弱さがあることも知り、また限界を感じておられる人、いろいろな苦しみの中にある人がそこにいます。 あなたはここにおられ、そこにもおられる方ですから、どうぞその方の心に触れてください。イエス様を自分の人生の救い主として受け入れることができるように、どうぞ助けてください。Lord, 「あなたが超自然的な形で心に語りかけてください。」「Lord、speak into our hearts in supernatural way、うん」えー「また洗礼を受けることを躊躇されている方がいるかもしれません」「uh, uh, それは、ね、あのぜひおすすめしたいです」「そぜひおすしたいです」「それおすめしたいです」 ななぜなら弱い私たちは生活している中で、また罪を犯してしまうことは正直あります。Honest, so、in, things, イエス様を信じているけれども私はやっぱりできないとこの負の連鎖に、えー、陥りやすいものです。たは でも、洗礼を受ければ、you, uh, baptized, 私はまた間違えてしまったけれども、でも洗礼を受けたクリスチャンだというところに戻ることができます。 それはあなたの人生に力強く高いところにくさびを打つようなものですからぜひ迷っている方は聖霊様により頼んで洗礼に歩んでいくことができるように一緒に祈りましょう。

あなたが人々を自分のものとされるために招いておられることありがとうございます。Lord, you you 主の招きに応答することができるようにどうぞ聖霊様をお一人お一人に送ってください。洗礼を受けることが何か恐ろしいことのように感じるなら、イエス様あなたがその恐れを取り去ってください。 あなたの愛と平安でいっぱいにしてください。そ、えー、そしてて、えー、何かか強強いい依存症だとかあ強い誘惑ににらられて、えー、それれ悩んでおられる方 えー、あなたのためにも一緒に祈ります。Well. ぜひ宣言しましょう。イエスの名によってその依存症はもう終わりました。Christ, あなたは完全に解放されました。すべてのものはあなたと関係ありません。あなたはあなたと関係ありません。 それを見てもう一度何か起こるならそれはもう嘘です。You think, you like、it, イエスの名によってサタンを下がりなさい。 その方はサタンに属するものではなくイエス・キリストに属するものです。すべての依存症、すべての中毒からイエス様が勝利をあなたに与えてくださいます。もう一度負けそうになった時には。When you are about to fall again. イエス様が力強くあなたの手を握ってくださることを信仰で信じます。あなたは勝利できます。勝利しています。<have> 勝利の方がそこにおられるからです。b e すべての方のために愛するイエスキリストあなたのお名前によってお祈りいたします。t h メン。<Amen. S 1> アレンダありがとうございます。Thank you l o